なのよ、これ。どうしてこんな。ナルト、ナルト！どこだってばよ。敵はどこにおるんだ。してこの葉の外に口をさせなんだんじゃ。ここがこの葉。まさか。誰がこれをやったかは明白じゃ。綱手様、ご無事で。なんだこれ。許さんぞ、ペイン。額のマークがない。これではもう。みんな無事だといいんだが。大丈夫ですか、平田様。それより甲の怪我を。私のことなど気になさらぬよう。宗家が出払っている今、みんなが怪我をした。それにしても、あれはナルトだ。ナルト。探す手間が省けたな。どうしてこんな無茶。これが俺の正義。私はこれからあなたを見る。神分身をここまでにする。口寄せの術。ちょ待て。私は五代目北先代たちの宝を、夢を蹂躙したお、ここで火影として決着。少しは痛みを理解したようだな。あるのは、こんな奴らに木の葉の火影が出るまで。ナルト、渦巻きナルト、天道の力、当分は元に。ガマキシ、綱手のばあちゃんを安全なところへ。なら勝井を連れて行け。少しは役に立つはずだ、奴らの情報。勝井ちゃんよ、ナルトちゃんの。加賀先生は任務で佐渡の。そうか、行け。ガマキシ、口寄せの術。でした。口寄せの術、先方かわず。影分身の術、先方大玉螺旋が。ペインの目はつながって。なら見えねえ攻撃見せてやるぜ。ほんとれ、自分不器用ですから。お手なし一緒に。かわしたはずがこれか。ちんたらしてる暇はねえ。真術で一気に終わらせて。そうか、お前は仙人王。俺もジライアから術を学ん。ジライアは俺のかつての師。死は平和を望んでいた。ふざけるな。あの術はナルトのチャクラが、そう、まるで手裏剣。これのどこに平和が。お前には平和の意味が理解できて。おとなしく捕まれ。ふざけんなって。何をった。なんか拡大し、寄せの術。デイダラの言って話を聞くようなやつでは。なんだ、誰か戦ってんのか。ナルト君です。ナルト。はい、戦術を身につけて、今一人でナルト君に手を出さないように言われま。佐藤、こんなにしたやつだぞ。そんなやつ相手に戦術を身につけたということは、もう我々とはレベルが。実は打撃を与えるとそれだけ分裂します。いっけー、ジャケン。どうやってこい。親分。
動きが鈍ってきた。さっきの術で戦術チャクラを使い、任務モードが切れる前にこいつだけでもか。母ちゃん、分かったら人類間のつながりを切り離すけ。ブンちゃん、これからブンちゃんをナルトちゃんめがけて、これからわしの言うこと行くね、父ちゃん。先方フートンス、やつはどこだ。予選連眼、戦術は切れた。善人モードでも螺旋手裏剣は危険じゃけど、今のうちに擁護するしかな。ナルトちゃんならではの方法からそれをやるんじゃ。くぃー、ロチャルト、くぃー、こっちじゃ。ナルトちゃん、渡せ。わっしゃや、来い。ガキはノイジョリ、親分たちは下がってくれ。螺旋手裏剣で巻き添え食うと危ね。強がってからに行くぞ、ナルト。呼んだで、術を解きんつ。どうなっとる。簡単じゃ。よし、もらった。こいつは、そうか、こいつは確か忍術。なんだあれ。どうやらあのペインがキーマンのようですね。おそらくあのペインがそれを担う能力。どっちにしてもさっさと奥のやつを避け、煙玉も一緒に。よし、無駄だ。お前が吸収したのは、へと力が戻った。まだだ。戦術なせ。よし、あと二人。しかし何をやっ、ギリギリか。神羅転生。大丈夫か、ナルトちゃん。おそらくこの里を吹き飛ばしたのも同じペイ。忍術も体術も効かん。その間を狙い撃ちするしかありません。やはり現実にはめるしかないの。俺は現実なんてできねえ。わしらがするんじゃ。これなら逃げ場はない。神羅転生。間違いありません、ナルト君です。ナルト君がたった一人で。ダメです、ひなた。こんな戦いに入ってもナルト君の足でまとい。ナルト君、ちくしょう、お呼びんたちまで。つべこべ言えずにやるんじゃ。わかっとるが。術を発動するまで少し時間がかかる。戦術チャクラが練れたら現術を始めてくれ。動くなの。戦術チャクラを練る役目を、何でもっと人数を増やしとかんかったん。役割分担もしたが、戦術チャクラを練るのが。で、こっちの戦闘影分身も3人分しか。お前は確かに強い。だが、万象天印。ここまでにしておこう。安心しろ、殺しはしない。こんなの大して痛かねえってば。今度はこっちから。確かに。なんだ、力が抜け、俺から戦術チャクラを吸収し。キュウリ捕獲完了。その発動までもう少し耐えてくれ、ナルト。まだ
まだだ。なら動けねえからちょうどいい。やっと観念し。自然エネルギーは扱いがむず。そうか、あのペイ。戦術チャクラ、それなりに。は少し違うな。どういうことだって。のペインたちは操り人形。よし、準備できた。行くで、母ちゃん。あの現実はもう懲り。かなりのやり手だよ。万象天印。これで少しはおとなしくなるか。目はなんだ、一体なんだってんだ。なんで、いつも突然だ。理由は後になってき。そうだな、少し話をしよう。俺はなんでこんなことを。その理由をお前に話したところで何も変わりはしない。お前と話すことなんてない。の目的はジライア先生も成し得なかった。平和を生み出し正義。こんなに仕上がったお前なんかが偉そうにほざいてんじゃ。ならお前の目的は。それこそ正義だな。だがどういうことだってばよ。火の国、そして木の葉は大きくなりなければ国、里の民が飢える。お前も俺も目指すものは同じだ。お前も俺も何も変わらない。俺が木の葉に対してやった正義は、大切なものを失う痛みは誰も同じ。俺たちは正義という名の復讐へと駆り立てられ、今その事象の中に生き、過去を知り、身は決して理解し合うことのできない生き物だと悟らざる。お前なら平和を作るため、この憎しみと、お前の答えを聞く。わかんねえ、そんな。俺はその憎しみの連鎖を止めるために、本当の痛みを世界へ知らしめ、その痛みの恐怖で世を安定と平和へ導く。人間はそんなに賢い。痛みも何十年と時が経てば癒えていく。た一時の平和が訪れる。それが俺の願。長門、あまり無理をしないで。平和は目の前だ。お前は俺の平和を嘘っぱちだと言う。エロ戦には人が本当の意味で理解し合える。口だけだな。ペインのチャクラが入ってくる。しっかりせえ小僧。そいつが何言おうが、お前は聞くもんなとこでお前がくたばったらうちが言うんだ。うるさいカエルだ。悔いで、ナルト君の動きを封じているのね。ナルト君にはもう手を出させない。なんで出てきたんだってばよ。私の独りよがり。何言ってんだ、危ねえとこ出てくるんじゃねえ。ここに立っているのは私。今度は私がナルト。泣いてばかりで最初から諦めて、そんな私をナルト君が正しいと。いつもナルト君を追いかけて、ナルト君と一緒に歩きたくて、いつもナルト君のところへ。ナルト君の笑顔が私を。ナルト君を守るためなら死ぬこと。私はナルト君が大好きだから。はっ！ああ！なん？ああ！キラだ！ナルト君に近づけない。このまま終われない。ジュン総祝はっ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 ひなだひなだ。やめろ、ひなた。お前ごときの力。
なぜ戦う？死ぬと分かっている。まっすぐ自分の言葉は、それが私の人道だから。ちょうどこんな風に、俺の両親もお前ら木の葉の忍び、愛情があるからこそ憎しみが生まれ、そうだ、痛み、あれは俺が憎い。キュービの力か。二人でナルトと呼応するようだな。憎い、本当の意味で理解し合えると言えるか。それでいい。俺の痛みはお前以上。行くぞ。この程度か。やるな。このチャクラの感じ。日向様がナルトを助けようと出ている。まさか。封印術か。封印を解いた。来る。早い。な天聖。バカな。死んだ天聖に対。何？すごい。なんだ。ナルトはどうなってますか？とにかくナルトから6本の尻尾が。6本って、じゃああの時より。キュービの力、素晴らしい。ナルトもペインも里からどんどん離れていくぞ。天道を十分近づく。地縛転生。そこまでしなくても。少し黙ってろコナン。集中する。地縛転生。何もここまで大きなものを。相手はキュービだ。それに陸道仙人の作ったと言われる。とにかくこれでキュービ捕獲。なんだそんなの。嫌だ。わからねえ。
俺ってばどうすりゃいいか。助けてくれ。全てを壊す。そうすれば苦しみか。そうだ、それでいい。こっちに来い。なるべくそうなってほしくはなかった。もうお前に会いたくなかったしね、キュービー。でも成長した息子に会えるのは少し楽しみで。四代目ほか来い。ズタズタにし、もっともだろ、ナルト。どうして四代目ほかげが俺の名前を。お前の名前は俺がつけたんだから。せがれ、じゃあ。うん。四代目。うるさいね、後ろの。三代目は何も言わなかったようだ。なんで息子の俺にキュービなんか封印したんだ。だから俺頑張って頑張ってみんなに認めてもらいたく。ナルト、何歳になる。6歳。そうか、もう十。すまなかった。四代目のおかげの。なぜわざわざそんなことをしたのかには理由が。今から16年前、キュービが里を襲った時もかなりの力を持つ忍びだ。おそらくそいつはまた里を襲う。もう木の葉の里は潰されちまう。俺ってば頭悪いし、そんなにすげえ。それに俺ってばお前ならその答えを見つけられる。信じている。本当に俺にそんなことで言っても子供を信じてるのが親ってもんだから。俺もそろそろ行かなくちゃならない。チャクラも薄れてきている。印を組み直す。だがこれでゾハはまだやり直せる。頼んだぞ。ありがとう父ちゃん。どうしてこんな無茶を。あなた、ナルトのこと。ナルト君は自分でキュービーを抑え込みました。今は最後のペインとの決着をつける。答えを持たぬお前ごときが。耐えた。たとえこの距離ならいける。俺が諦めろ。ラセンガン。ナガト、最後のペインが潰され。ペインはこいつでチャクラを受け取って動いていた。抜き取っちまえばこれでもう動けねえは。お前も俺も目指すものは同じ。お前も俺も何も変わらない。お前はお前の正義のために。私は痛みを理解できたか。理解。